ワンアウトでランナーが一塁でバッターは矢沢です。新宅さん、はい、来ております。今のところドラゴンズの打線が勝って3点売れております。しかしまだ序盤であります。1、3塁、その後5番の目下が荒川さんのお話のようにシュートをうまくおつけましてライト方向に持っていきます。ツーベースヒット、これで1点入り、バッティングだったですか。うまいバッティングだったですね。ということはね、シュートっていうのは大体、まあ、サードか、まあ、ショートを打つもんなんですよばっかりですね。なるほど。カーブに引っ掛けさせました。勝負ですよね、きっと、はい、これからまたね、ジャイアンツだってまだまだ打ちますからね。そうですね、まあ、それにしましても荒川さん、ジャイアンツはここまで実勝に、はい、ここまでのドラゴンズの戦いっぷり、9試合までのドラゴンズの戦いっぷりをどんなふうに評価なさいますか。やはり打線が爆発してますよね、特に先発ピッチャーが悪いんです、はい、非常に今3割4分6厘打ってるわけですよね。素晴らしいですね、でもね、この人がね2番に入ってこそ変わるといいですね、はい、それともう一つウェーティングサークルで金山がバット振ってますが、そうです、昨年の MVP の中尾がですね、さあもう1点もやれません。まだ序盤の4回の裏です。3対0、広島がリードしています。画面の左側、途中経過をご紹介しています。そうね、はい、まあ、スクイズはないと思いますよ。そうですね、やった、ランナーが挟まれ空振りです。アウトです。結局三振ゲッツーで、時とだいぶ違うんですよね、はいはい、よくああいうことで流れが変わることがありますけれども、5回の表はこの風が吹きますと名古屋球場の場合には雨風と言われております。天気はちょっと下り坂です。いいですよ、見ててね、はい、3球三振でやります。イメージ通りのバッティングができないということを語っておりました。の状態からバットが出てるとこう分析しておりますが、私にはよく何のことかわからなかったんですが、ね、そうですね、そうするとね、結局自分のバッティングができなくなっちゃうんですよ、指導が遅いと。はあはあ、感じは出てないと思います。なるほどね。相手に合わせるんじゃなくて自分の術中にはめるためにも変えるってことは十分考えられますね。そうですね、それとバッターだって同じなんですよね。あ、なるほど、自分のね、ペースに持ち込むように、いわば狐と狸の馬鹿試合と申しましょうか。これはシュートです。1球が小松、西本の方は4回まで57球です、まあ、いつもですとどちらかというと逆になっているのが普通なんですが一輪です。一試合の平均得点が 6.7。 松は打率は3割3分3厘です。やはりカーブできました。バックホーム、アウト、しかし素晴らしい西本の粘りです。現在6連敗中の広島ですが、現在5対0とリードしております。ランナーレフト方向に持っていったレディースミスが、オーガー取った、これはスミスのファインプレーです。